バイト君が壊れちゃった。いや、これ本当にバイト君？キノコヘッドに銀河団の制服。間違いないべ。顔はこんな感じだったっけ？こんな感じだったよ。違うということはつまりこれは模擬刀の先制攻撃。違います。お前なんか言え。バイト君なのかい？ゴブリンなのかい？ピッコロさんなのかい？どっちなんだい？バイト。はい、私はバイトリーダーです。ちょっと昇格すんな。待っていたわ。私様は待っていたのよ。あなたのように絶望的な黒が現れるのをね。またコステンしちゃった。ああ、光と絵の順だけどさ、声優は全部俺だから。期待しないでほしいんだよ、ね。バイト君でお腹いっぱいですのに、これ以上濃いめのキャラ出すのやめてください。たかしお前言う。たかしではありません。私はセレスティアなんとかかんとかですわ。ちゃんと覚えとけな。ごちゃごちゃうるせえ。俺がこの茶番に絶望的に飽きる前に誰が犯人なのかさっさと答えろや。光さん、ペイペイに何か見えてます。なぜかそれ。童貞にはわかりませんか。仕方がないですね。私から説明しましょう。ヌーブラです。キャバ嬢必須アイテムです。男はな、ぶっちゃけ貧乳嫌いじゃねえの。巨乳を偽るのが嫌いなの。騙されることは嫌いじゃねえの。騙せると思われてることが嫌いなの。That's make sense? どうでもいいですが、早く犯人を決めてください。自分のキャラにもう飽きました。お前だ！今分かるだけの情報は大体整理できたかな。ああ、犯人はバイト君。ついでにジジイも釣っとく。なんだよ！でも、苦労するための決定的な証拠がまだないんだよね。だってみんなアリバイあるみたいだし。もう、しょうがないな。優しいワイがお前らにヒントをあげるよ。まだここに上がってない証拠はないの。3人の死因は何だったかな。死因はシッチカットではないんだよな。おやおや、僕はそんなこと一言も言ってないよ。え、じゃじゃーん、ダネピカファイル。僕はね、3人の死因は不明って言っただけでシッチ無関係とは言ってないよね。それはつまり、おしゃべりが過ぎたね。はい、おしまい。あとは頑張って。いや、お前は真相知ってん。なぜ？なぜってそれは、お前らの学園長だから。死因は不明だが、チンチンが死因に関係してる。ここに上がってない証拠。待てよ、下ネタで過敏に反応していた人物がいたよ。もしかして何か知ってるんじゃないか。確かそいつは、これが俺の答えだ。バイト君、やっぱりお前まだなんか隠してないか。俺たちがえの話をしたら妙に食いついたろ。それはどうしてかな。下ネタが嫌いな人はいません。あと僕が興味を示したのはセッ、えもうセッも変わんねえけどよ。その話の後からお前の様子がおかしくなったよな。タネフさんのうんこみたいな顔色しちゃって。肌の色ですか。それ人種差別です。その世は差別で溢れてる。ポケモン差別、トレーナー差別、ジムリーダー差別、悪欲差別、貧乳差別、パンティー差別、おじさん差別、イケメン差別、縁切りキャベツ。論点ずらしはいいから答えろ。お前なんか隠してんな。おい、もう後がないことわかるよな。おい、やっちまうぞ。あなたは好戦的です。私は友好的な人。争いを好みません。わかりますか。ご説明しましょう。私が犯人です。え？は？は？ああ、僕のヒントの意味。やっぱりお前がボスをやったのか。この人殺し。ボスを返してよ。ボス、まさかこんなやつに。赤城様、私はどうした？畜生。赤城様。見えだよ。では一個ずつネタバレしましょう。まずそこのバカップルによる名推理には驚きます。もうこの世界にコナン君は必要ないです。見事なまでに全て大外れでした。え？草。リシコのほとりに銀河団を集めたのは私です。あと時給アップして増員していたのも私です。理由は性欲を持て余すためです。全然意味がわからない。女を増やすためっての間違ってなくね。あの二人をやったのは私です。赤城だけを狙いましたか。この大きいのも一緒にいたんでやっちゃいました。なんで二人いたんだ。パンティーを受け取ってました。それは本当だったの。パンティーは世界を救うんだよ。死んでますけど。あなたはどうして赤城様。私は銀河団が欲しかったのです。あとボスをやれば面倒い幹部の皆さんは退職すると想定していました。サターンさんのよう狙い通りだったというわけか。しかしまさかボスが偽物だったのは想定外でした。ドッキリ大成功。警察官をやったのも私で、あいつらは増えると厄介ですので。あんたのダイイングメッセージのおかげで助かったぜ、ハンサムさん。おめえが一番こいつを疑ってたよ。以上です。質問を受け付けます。つまり話を千里、いや千里、いや整理すると、増員して銀河団ボスになっていっぱいセックしたかったってこと？しょうもない。はい、それが最も効率よく大量の人類と繁殖活動を行えると判断しました。だからって何も殺す必要はないと思います。殺す、殺すとは？エチチするために3人ともお前が殺したんだろって話。ああ、そういう認識でしたか。なるほど。私はこの3人を殺していません。え？いやいや、殺してるやん。いえ、やっぱり殺したかもしれません。どっち？これは事件ではなく事故だったのです。はあ、事故？今それ何言ってる。お前がやったんだろうが。私が言う、やったというのは殺しではありません。ゼッですよ。さあ、いや、どう見てもこれはおせっせの事故じゃないだろ。みんなちっちゃなくなってるよ。我々の死はオスしかいません。はい。だからクローン技術によって個体を増やしてます。え、バイト君は人間じゃないの？今更や。人類がセッて繁殖することは学習していたのですが、性別による役割分担があることを知りませんでした。セッによる子孫繁栄は男と女でのみ可能なのです。リテラシー不足極まりない。じゃあ何お前、もしかしてこの3人と？セッしました。どうやって？あの、AV で学習した通りに行ったのです。入れる穴がなかったので。開通しました。バナナもろとも。北さーん！おいおいおい、てっきりパイプカットする狂気の殺人鬼かと思った。特艦工事のバイセク宇宙人だったね。原作よりタチが悪いですね。もしかして、ここでネタバレしたってことはさ、なんか悪いことでも考えてる。ここに銀河団を集めた理由、皆さんにネタバレした理由、それは、これからここで皆さんとセッシバース。なんかパール。私のバナナは大抵の人類では絶命してしまうようで、この3人のよう。私の計算によれば、これだけ人数いれば1人ぐらいは生きるでしょ。生き残った人間の子宮やバナナを摘出して研
究します。そして私は生殖機能を取り戻すのです。おいサトシ、なんだかこいつヤバそうだぞ。誰が見たって同じ感想だろうな。怖がらないで、我々は友好的な人たちです。10人ありますよ。自分のバナナずっと会いたかったんだから。お、アカル？おいダヌシ、こいつが犯人で決まりだぞ。うだうだ言ってねえってさっさとお仕置きだろ。やっちまえよ。お前らは投票してないけどね。わかりましたよ。スペシャルなお仕置きを用意しました。では張り切っていきましょう。お仕置きた。ダヌシャ？ポケモンとは接できません。直ちに出て行きなさい。なんだ今の、こいつマジで人間じゃねえぞ。ポケモンだ。ポケモンで対抗しろ。いけドグロックカタック。やった、私ボスの敵。おめえだよ。おい、なんだあれは。あの化け物はもしや、私がバイトを通じてボスに報告していた研究、まさか奴が利用していたのか。あー読めたぞ。勘のいいガキは嫌いだよ的なあれだろ。合体しちゃうやつだ。そう合体の研究。男子って合体するの好きですね。二人も合体好きだろ。なんだとこの化け物は。まさかビッパー？では張り切っていきましょう。おせっせタイム。